皆さん、こんにちは。今日は大谷翔平選手の歴史的な40達成とその瞬間を間近で見たスポーツリポーターキルステン・ワトソンさんの体験についてお話しします。2024年8月23日、ロサンゼルス・ドジャースの本拠地で行われたタンパベイ・レイズ戦。この日、大谷翔平選手は驚異的な記録を達成しました。メジャーリーグ史上6人目、そして史上最速となる126試合目での40本塁打40盗塁を達成したのです。試合は3対3で迎えた9回裏、2アウト満塁の場面で打席に立った大谷選手。レイズのサワン・ポシェ選手が投じたスライダーを捉え右中間へ打ち上げました。球場が見守る中、その打球は外野フェンスを越え劇的なサヨナラ満塁ホームランとなりました。この瞬間、ドジャースタジアムは大熱狂に包まれました。ファンは総立ちとなり大谷選手の偉業を称えました。チームメイトたちも興奮冷めやらぬ様子で大谷選手を出迎えました。そしてこの歴史的瞬間を最前線で目撃したのがスポーツ専門局スポーツネット LA のリポーターキルステン・ワトソンさんでした。ワトソンさんは大谷選手の試合後インタビューを担当していましたが、思わぬハプニングに見舞われることになります。大谷選手がインタビューに応じている最中、チームメイトのロハス選手とティー・ヘルナンデス選手が祝福の意を込めて大谷選手に水をかけました。これは野球界でよく見られるウォーターシャワーと呼ばれる祝福の儀式です。しかしこの祝福の水は大谷選手だけでなく、隣で取材していたワトソンさんにも及んでしまったのです。ワトソンさんは突然の出来事に驚きの表情を見せました。大量の水を全身に浴び大きく口を開けて驚いている様子が印象的でした。しかしプロフェッショナルなリポーターらしく水浸しになりながらもインタビューを続行しました。この出来事についてワトソンさんは後にインスタグラムのストーリーズで自身の感想を述べています。大谷翔平の40はそれだけの価値があると記し、この歴史的瞬間に立ち会えたことへの喜びを表現しました。同時にでもとっても冷たかった、オーマイガッとも付け加え、予想外の水浴びに対する率直な感想も述べています。プロのリポーターとしての冷静さと一人の人間としての素直な反応が垣間見えるユーモアのある一言でした。またワトソンさんは、昨日が初めてでした、でもこの仕事ではこういうことは起きるものですから問題ありませんと笑顔で対応。ロハス選手からの謝罪については、彼は本当に申し訳なかった、レポーターの方が濡れてしまったのは心が痛みます、ごめんなさいって言うから、全然気にしないで、そういうものなのだから真面目に取らないでって伝えたわ。でもそういうところがとても優しくてジェントルマンなのよね。他人のことをとても気にかけてくれる人だから、わざわざ私に謝りたいと思ったのでしょうと明かしました。ちなみに当時の大谷選手の様子は、翔平は私のことを見て笑っていたわ、みんな笑っていた、でもあれはそういうものだから何も問題ないわ、誰も謝る必要なんてないことなのよと振り返り、髪の毛のセットをするヘアサロンの料金をミゲルとテオに請求するべきですねと聞かれると、そうね、まだ言っていないけどこれから言うわと微笑みました。一方のロハス選手は24日の守備練習後にワトソンさんの元に向かい、ソーリーと詫びたと言います。ロハス選手は、自分は選手を祝っている時にレポーターの人が水を浴びたりするのは本当に嫌なんだ、彼らは仕事でやっているわけだしね、でも前日は僕もテオも翔平を祝いたくて、もう再び達成されるかわからない40達成の特別な瞬間だったから、でもワトソンやウィルにかかってしまって申し訳なかったねと語りました。 X 旧 Twitter のファンは、やばいスプラッシュ、水をまともに食らったリポーターの女の子初めて見た、ワトソンさんまで、ワトソンさんもろにかかってて草、大谷よりずぶ濡れのワトソンさんだ、ワトソンさんかわいい、ワトソンさんにも容赦なく水をぶっかけるのね、ワトソンちゃんまともにスプラッシュ浴びちゃってかわいそうと反応していました。さて大谷選手が放った40号はスタンド前列でグラブを持って待ち構えていた男性ファンが捕球できずにグラウンドにこぼれ落ちることとなりました。周囲が狂喜乱舞する中、お宝ボールを逃し頭を抱えて悔しがる姿が見られました。
その後、レイズの中堅守シリ選手がスタンドに投げ返してしまい、別の男性ファンが争奪戦の末にゲットしたのです。ミニタニこと、モノマネ芸人のアキ・テリヤキさんからインタビューされた記念球をゲットした男性ファンは、もちろん50-50に期待しているよ、彼ならできるよ、と大谷選手にエールを送りました。大谷選手へのメッセージを求められると、素晴らしいシーズンだ、素晴らしいギフトをありがとう、と笑顔で感謝の言葉を送りました。その男性は、ボールをゲットした後、やってきた球場の警備関係者に記念球を証明する何かを出してもらえないか求めたと言いますが、何も受け取っていないと説明、ボールは大切に保管すると話しました。さて、大谷選手の40-40達成は、野球界に新たな歴史を刻みました。40本塁打と40盗塁を同一シーズンに達成することは、パワーとスピードを兼ね備えた極めて稀有な選手にしかできない偉業です。そして大谷選手は、それを史上最速の126試合で成し遂げたのです。この記録の偉大さを理解するには、過去の達成者を振り返る必要があります。メジャーリーグで40-40を達成したのは、ホセ・カンセコ、バリー・ボンズ、アレックス・ロドリゲス、アルフォンソ・ソリアーノ、そしてロナルド・アクーニャ・ジュニアの5人のみでした。大谷選手は6人目の達成者となり、さらに最速記録も更新したのです。快挙達成について、大谷選手が勝つための手段として一つ、そういった記録が作れたというのがすごく大きなことと喜べば、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、まるで物語だ、同じ夜に40本塁打40盗塁を達成し、それも満塁本塁打で成し遂げた、彼は本当にドラマチックだと賛辞を送りました。米スポーツ局 FOX スポーツでアナリストを務め、大谷マニアで知られるベン・バーランダー氏は、この男はちょうど40本塁打40盗塁に MLB 史上最速で到達した男になった。彼は今、トミー・ジョン手術からのリハビリ中であり、マウンドから投げているところだ。史上最高の選手と自身の X に綴りました。ジ・アスレチックのドジャース版ファビアン・アルダヤ記者は、ドジャースの2025年契約で重要な一歩だと投稿。ドジャースネーションは、リハビリは日々良くなっているなどと X に綴りました。さて、 NBA や NFL でも多くのスター選手を取材してきたワトソンさんは、彼の能力やまとっているオーラというのは、これまで多くの才能のある選手に接する機会がありましたが、レブロン・ジェームズ選手やパトリック・マホームズ選手らと同じような空気を感じますと話しています。しかしながら、ジェームズ選手やマホームズ選手が優勝を経験しているのに対し、大谷選手はまだポストシーズンでプレーしたことさえありません。視点を変えれば、それでこの人気であるということで、もしワールドチャンピオンになった時には、別次元の注目度になると思いますと予想しています。ポストシーズンにはそれだけの影響力がありますから、人気にはまだ拡大の余地があるということでしょうか。また、ワトソンさんは、キャンプの初日から大谷選手を取材してきました。もちろん、韓国での開幕シリーズにも帯同しており、大谷選手を間近で見て聞いるというわけですが、どんなことが印象に残っているのでしょうか。彼は一度チームメイトらと仲良くなると、すごい砕けた表情を見せるんです。同時に集中力の高さにも驚かされます。彼が成功しているのは才能だけでなく、練習量もすごいものがあります。ワトソンさんは球団付きのレポーターでもあるため、メディアが立ち入れないような場所にも出入りできるそうです。そこで見た大谷選手は、リラックスしているときはまるで子供のようで、人懐っこい笑みを見せています。続けて、周りまで和やかになるし、さらに彼からエネルギーをもらえるようです。性格は穏やかだし、取材していて楽しいですね、と語ります。そんなプライベートな時間では、大谷選手のパーソナリティも垣間見えるようです。けむつかしいところがまるでなくて、優しさも感じるし、彼の笑顔は周りを明るくする力があって、野球を大切にしていて、周りにいる人や犬も含めた家族も大切にしていて、さらには自分らしくいることを大切にしていて、それは素晴らしいことです。球団付きのリポーターワトソンさんは大谷選手に夢中のようですね。いかがだったでしょうか。今回は大谷選手の偉業を紹介するとともに、美人リポーターのワトソンさんについて見ていきました。びしょ濡れになりながらも笑顔でリポートを続ける姿にはプロフェッショナルを感じますね。
今後も大谷選手の活躍を見守ってほしいですね。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。